来たか、深井少尉。今我々は惑星フェアリーで戦っている。地球ではない未知の惑星だ。そして戦っている相手もまた人間ではない。33年前、南極大陸に打ち込まれた超空間通路から突如地球へと侵攻してきた未知の異星体ジャム、それが敵だ。反撃を開始した人類は通路の向こう側に存在するフェアリー星にジャムの侵入を阻むための軍隊を創設した。それが私の所属するフェアリー空軍 FAF。 私は現在 FAF 特殊船第5飛行船隊の出撃管理を行っている。特殊船の任務は戦場における戦術情報を収集し持ち帰ること。それは至上命令であり、たとえ友軍機を見殺しにしても必ず帰還しなくてはならない。そのため特殊船には高度にコンピュータ化された高性能の機体と、そして何より冷徹な心を持ったパイロットが必要とされる。私の部下に深井霊という男がいる。特殊船3番機雪風のパイロット、彼もまたそうした非常な心のブーメラン戦士の一人だ。無口で他人に心を開かず、信じるのはただ雪風のみだが、フェアリーでは彼のような人間が必要なのだ。ジャムという未知の敵と戦うためには。今では戦場はフェアリーへと移り、ジャムが地球の人々の目に触れることがなくなって久しい。地球ではジャムに対する意識が薄れていると聞く。まるでおとぎの国の妖精の話であるかのように。だが現実にこのフェアリーの空でジャムとの戦いは続いているのだ。地球の人々に少しでも我々の FAF の、そして雪風と深井霊の戦いの真実が伝わることを期待する。ディア・リン・ジャクソン、フェアリー空軍少佐ジェームズ・ブッカー。来たか、深井少尉。まず初めに言っておく。我々特殊船の任務は敵の情報を持ち帰ることだ。生き延びて必ず帰ってこい。今回の任務はシュガー砂漠近くの C-56 エリアの偵察だ。このエリアはジャムの制空圏から遠く離れているが、ジャムの活動を目撃したとの報告がある。このエリアで情報を収集してきてくれ。偵察コースはハッドに表示される。ハッドの指示に従って飛行しよう。今回は TAB-15 から護衛機が上がることになっている。万一ジャムと遭遇した場合は彼らに任せて離脱しよう。いいか、特殊船の任務は必ず情報を持ち帰ることだ。たとえ味方を見殺しにしてもだ。生きて帰ってこい。離陸時刻は13:00。以上、解散。
リーコントロール、こちら特殊船3番機 B3 行かせ、発進許可を請う。フェアリーコントロールより B3 行かせ、進路クリア、発進を許可する。 B3 了解。作戦エリアに侵入。ロングレジレーダーにマーチ。敵機出現。近づいてくる。やるぞ深い処理。エリア内グリーンコンディション見事だ深い処理。シャドウリーダーしかし、今回は護衛が任務だ。周辺の警戒を負担だ。了解。次の目標へ向かえ。スーパーシルフか。なんで護衛が必要なんだ。パイロットは発明だ。守りが必要なんだよ。無駄口を叩くな。これも任務だ。任務完了だ深い処理。フェアリー基地へ戻るぞ。起動コースはヘディング360。作戦エリアを離脱しろ。
イプワンだ。任務は完了している。スーパーシーフの性能ならこのまま振り切ることも可能だ。まもなく A ラインに差し掛かり、これより帰投コースに入り、フェアリー基地より BCD 行くから了解した。深井少尉、緊急ミッションだ。早期警戒機よりジャムが TAB-15 基地に向かっているとの報告を受けた。すでに TAB-15 基地より迎撃部隊がスクランブル発進しているが、今回の敵編隊には以前より報告されている新型のジャムタイプ2が含まれているらしい。新型の戦闘能力を調査するチャンスだ。直ちに戦闘エリアに向かい、敵と直接交戦してその情報を収集する任務に当たる。特殊戦には珍しい戦闘任務だ。ジャムを全て叩き落としてこい。ただし情報は持ち帰る。必ず生きて帰ってくるんだ。いいな。では直ちに出撃せよ。解散。
フェアリーコントロール、こちら特殊船3番機 B3 行く車載、発進許可を請う。フェアリーコントロールより B3 行かず、進路クリア、発進を許可する。 B3 了解。ハッピーリーダー、ハッピーリーダー、どうした？応答しろ。ルール、ハッピーを確認できるか？無理だ、一番地新型が強すぎて苦戦している。ミッション RTV 深い処理起動するぞ。